それでは今回は伊黒さんの髪型を様々なキャラクターの髪型に入れ替えて検証していきます。前回の動画では品津川さねみの髪型を様々なキャラクターに入れ替えて検証しました。こちらの動画をまだご覧になっていない方は上のリンクからぜひご覧ください。そして今回の検証方法も、まず髪の毛のない状態のつるっはげの伊黒さんの顔データを作成。このハゲた伊黒さんの顔の画像をもとに検証していきますよ。今回も光沢を出しておきましょう。そして次に鬼滅の刃に登場するキャラクターの髪型のデータを作成。この作成したカツラデータと先ほどのつるっはげの伊黒さんの顔を組み合わせてどうなるのか検証していきます。果たして一体伊黒さんはどう変身するのか。それでは検証スタート。エントリーナンバー1、かまど炭治郎。エントリーナンバー2、かまどねずこ。うわぁ、ねずこちゃん、これは似合わないな。盾をつけてみる。盾の違和感、包帯の上からはさすがに無理だったね。もう盾いらないや。エントリーナンバー3、アガツマジェンイツ。おやおや、これは意外と合ってるかも。かっこいいじゃねえか。伊黒さんは金髪が似合うんだね。じゃあ次行ってみよう。エントリーナンバー4、ハシビラ・イノスケ。おや、意外とイノスケもイケてるんじゃね。これはこれでかっこいいよ。じゃあ次行ってみよう。エントリーナンバー5、ツユリ・カナオ。うわー、黒髪は似合うと思うんだけど、これはイクロちゃんだね。じゃあ次行ってみよう。エントリーナンバー6、チョウミヨカキユ。これは意外と似合ってんじゃねえか。伊黒さん髪切った？これ髪切るときにちょっとイメージしたいですってお願いしたな。この髪型毛先にも動きがついてていけいけだよ。じゃあ次見てみるぞ。エントリーナンバー7、校長しのぶ。わわわわわわ、オーノー、この髪型は人を選ぶね。このリボンがまた怖いよ、不気味だよ。それじゃあ次見てみるぞ。エントリーナンバー8、校長かなえ。これは伊黒さんがおでこを出してリボンつけてるような感じだね。でもこんなお姉さんいたら怖いや。それじゃあ次見てみるぞ。エントリーナンバー9、キム超人ブーザー。
ね。それじゃあ次見てみるぞ。エントリーナンバー10、シナズガワサネミ。11、カンロジミツーリー。うわわわわ、ダメだよイグロさん。いくらミツリちゃんが好きだからってコスプレするのは良くないと思うんだ。うん、ミツリちゃんには内緒にしとくね。Entry number 12, Uzui Tengen. Oh, 意外といいじゃねえか。白で統一されてるからかな。これは派手派手じゃなくてヘビヘビだ。それじゃあ次行ってみよう。Entry number 13.煉獄巨獣郎。これはなんか病的な感じがするな。髪の毛は元気なのに顔色が悪い気がするよ。もう大事に。それじゃあ次行ってみよう。エントリーナンバー14、タキタオムイチロ。おー、これも似合ってじゃねえか。黒髪はやっぱり似合うんだね。目の色もイチロくんぽい。意外とあり。それじゃあ次行ってみよう。エントリーナンバー15、姫島ギョウメイ。イクロさんが髪の毛を上げたらこんな感じになるのかな。ぼうやって感じがするね。それじゃあ次行ってみよう。エントリーナンバー16、マコモ。おやおや、意外とイケてるにゃ。イグロさんはやっぱり黒髪が似合っちゃうだに。それじゃあ次行ってみよう。エントリーナンバー17、サビート。Entry number 18, Urokodaki Sakonji. Mitsuri-chan, 嫌いにならないで。今回はここまで。イグロさんの大変身はいかがだったでしょうか。あなたはどのイグロさんの髪型が一番良かったと思いましたか。コメント欄にてぜひ教えてください。今後もキャラクターを変えてこのような企画をどんどんやっていく予定です。他のキャラクターも気になる方はチャンネル登録をしてお待ちください。それではまた次回、次のターゲットは誰だ。